選手をご紹介いたします。赤江夏、立憲民主党北区議会議員です。赤羽駅東口前の皆様、こんにちは。私は北区の立憲クラブの赤江夏でございます。初めてマスクをつけたままこうした街頭でお話をするので、少しちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれません。どうぞよろしくお願いいたします。今私たちの社会で起きていること、これはしっかりと目に焼き付けていかなければなりません。今行われていることは、命と金を天秤にかけているゲームです。ワクチンの接種見てください。国から全部丸投げをされました。自治体では各自治体本当に大騒ぎ、前代未聞の騒ぎなので、みんなそれぞれいろんな自治体で計画を作り直さなければなりませんでした。そしてワクチンが本当に入ってくるのかわからないけど、入ってきちゃったら困るから、そう言いながら職員の人たち一生懸命頑張って仕事をしてきました。そしてワクチンが入ってきた、そしてオリンピックがちらついてくる、そうなってきたらどうするか、今度は大規模接種会場がどんどんあちこちにできてくる、順番もぐちゃぐちゃになってきた、なんだろうこれ、そういう思いです。こんなこと、もともと分かっていたことです。ワクチン接種をするんだ、そういう方向に来ていたことは明らかなんです。どうしてずっとずっと前から、例えば1年時間はあったと思います、計画を進めてこなかったのか。これは国の不作です。こういったところきちんとしっかりと私たち考えなければいけません。誰が何をしているのか、こんなにたくさん食べるのに困っている人たちがいるの、この赤羽にもホームレスの方たちが苦しんでいらっしゃいます。そんな横で電通が中抜きだ、何十億何百億っていう中抜きの額が、あっちの私たちのところからどんどん他に流れていくの、そういうこともしっかりと私たち考えていかなければなりません。誰を選ぶのか、それによって私たちの社会が変わっていきます。今のままでいい、そんな時代は終わりました。そして命と金の話、もっと身近な話でも転がっています。子どもたちを夏に東京オリンピック・パラリンピックの観戦に引っ張り出す、そういう計画があります。これはコロナ前の計画をそのまま適用しています。なので東京都内では幼稚園から中学校までの81万人の子どもたちを公共交通機関で移動をさせて、そして感染をさせる、夏休み中であってもそれは授業日と換算する、そしてその予算は東京都の方で41億円、学校連携観戦といわれる事業ですが、41億円が組まれています。どういうことだろうか。ワクチンを打ってもいない子どもたちを81万人も動員をして、そしてゲームを見せてレガシーだ、命を守るのの方が大事ですよね。子どもたちも感染をする度合いが高くなってきました。変異株が今どんどんと市中に感染が増えているからです。そして今海外ではインド株の中のデルタ株という株が本当に感染率が高い、感染力が高いというの、変異株が海外でも認められ始めています。そういったものがどんどんと国内に流れ込んできたときには、誰がどう責任を持ってオリンピック・パラリンピックの結末を責任を取るのか、その間の管理もするのか、誰も責任を取ろうとはしていません。
私たちはしっかりと命と金とどちらが大事なのかということ、私たちはどちらのサイドに立つのかということ、しっかりと自分たちの身をもって示していかなければなりません。今回私は立憲民主党の北区議会議員赤江夏ですが、応援に来させていただきました。野党連携しっかりとしていきたい、野党共闘しっかりとしていきたい、それは社会を守るためだ。みんなでもっと暮らしやすい社会を作っていくんだ、そういう思いでやってきました。今都議会で鋭い舌鋒で活躍されている曽根さん、本当にこういう方をなくしてはこの先東京都大変なことになってしまいます。宣伝だけが上手、そんなような人たちに明け渡してもいけません。大変難しい局面を迎えてきました。ぜひとも皆さんのご協力、そして一緒に頑張っていただくことをお願いをして、私からのお話を終えさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。